走ってきましたか、雨が。本当？なんかポツってきたという情報が。あ、はい。じゃあ今日は皆さん集まりいただきありがとうございます。ブラガード研究所という製造部屋をさせていただいてます、川島と申します。本日の、ガイドさん、星野ガイドさんの、広瀬翔さんと申します。はい。皆さんがどんなきっかけで天文学に興味を持っていくのかなと、そのきっかけになるのが何なのかということについても非常に興味がありまして、本当在、どうして人は天文に興味を持つかということを、自分は興味があって、まあ、昔の人の場合は自分は研究してますけども、今の皆さんがどうして、いろんなことをきっかけに興味を持つのか、持ってもらえるのかなというところに、まあ、それが自分の持っている疑問です。ですから皆さんの質問自体が自分の質問に対する、まあ、答えになるわけで、ちゃんと答えます。お笑い芸人か。彼らに言わせると実はインドの昔のベータと神話には飛行機が登場するんだろう。天文学者が二人ほど顔を出したんです。こうやって書いて、カスはって読むんですけども、あの右か左にかけて。あの太陽系っていうのはその真ん中から2万5000光年離れたところにあるんです。あのアンタレスは実は燃料を使い切りかけているらしいです。ね、温度が下がると、でさらに下がって。流れましたか？まだ濃いです。